さあ、始まりました青谷亮選手さんの2回目の挑戦です。行きたいとおっしゃっておりました。あるかさんに行きたい。ヤシガニですけれども、結構大きな機体なので、大阪浜まで行きたいのがちょっと厳しいかなというところですが、まずは第一アトラクションの落下シートをクリア。あ、いいですかね。クリアいたしました。ん？ちょっと足が引っかかってるか。まだ乗ってますね。まだ乗ってますね。はい。これではまだクリアにはなりません。はい、今クリアしました。さあ、続いて第2アトラクション、マジックウォール。こちらは先ほどのルール変更でですね、最大2ペナですので。それでも、タイミングを測って、一気に行きました。言った通りになりましたね。素晴らしい。第2アトラクションもクリアです。さあ、ここで、視線をパソコンのモニター上に映しまして、いよいよカメラを使った本領発揮。ウォーターハウスへと差し掛かります。さあ、微妙に調整をしておりますね。ヤシガニ、先ほどと穴の位置が違いますので、いやー、これトンネルくぐってると貫禄ありますね。すごいですね、ヤシガニ貫禄。正面から見えますヤシガニ、結構迫力ありますね。迫力ね。さあ、綺麗な足運びで、これはいけるか、いけるか、あー、いけるかって出てきた。ちょっと穴ギリギリですけども、なんとか大丈夫ですね。ありました。はい、こちらもクリアいたしました。さあ、ヤシガニ来ました。先ほど磯港レスキューがクリアしたグラグラブリッジ。さあ、ヤシガニはどういった戦法で歩いてくるのか。さあ、一気に行った、一気に行った。おー、真ん中行ってる、真ん中。惜しかったな。半分まで行ったんですけれども、カメラも稼いでるね。半分まで行ったんですけれども、半分超えたあたりでちょっとバランス崩しましたね、はい。さあ、下に落ちてしまいましたので、ぐるぐる海峡へ差し掛かります。足が結構長いので、スポンジもモルトもしてないですね。さあ、このまま行けるか。おっと、下の渦潮に足が取られております。羽が、なんかお腹の下になんか何かいますか。サメがいますね。サメがいます。なんとサメよりでかいですね。サメが逆に食べられそうですね。おっと、ここでタイムアップ。